皆さんこんにちは。今日は、アンパンマンのじゃじゃんコロコロ玉で遊んでみたいと思います。ここに下から出てきます。これは本体がこんな感じで見えるかな、こんな感じでコロコロ転がるようにできてるんだね。ここから入れてコロ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 回ってここから出てくるんだね。じゃあ早速やってみたいと思います。まずは、これ電池を入れないといけないので、これはどこかというと電池はここだね。ここをドライバーで外します。そしてここには電池を入れるんだけども、これは単4の電池を入れるんだね。これだね。この大きさのちょっと単3より1つ小さい単4と書いたこの電池を、向きを間違えないように2本入れます。あ、音がしたね。楽しいね。こんな音が出るんだね。よし、早速やってみるよ。それではよいしょ。それではこれをアンパンマンの顔をここに装着します。これで、出来上がりですね。こんな感じです。それでは、上から早速、玉を入れてみたいと思います。まずはじゃーん、アンパンマン、やっぱりアンパンマン最初に1号だね。じゃあ早速入れてみるね。いくよ。よし、次はじゃん、バイキンマンいっちゃうよ。じゃん、次はドキンちゃんいくよ。続けてメロンパンナちゃん、続けて赤ちゃんマン、続けて今度は入れてみるよ。楽しいね。あら、詰まってるね、ここに。よいしょ。いっぱい出てきたね。おやおや、こんなところでバイキン城の上でバイキンマンがいるね。押すとバイキン状の口が少し閉まって中から出てこないんだね。ちょっとじゃあ入れてみるね。止まるのかな。まずはアンパンマンいくよ。あ、やっぱりアンパンマン出てこれないね。これをあげるとあら、アンパンマンがやっ来れるんだね。アンパンマンのコロコロ玉で遊んでみたよ。みんな楽しかったかな。また他にも動画がたくさんあるのでいっぱい見て楽しんでね。みんな動画は楽しかったかな。じゃあ次の新しい動画が見れるようにチャンネル登録しておいてね。またおすすめの動画は上の3つの動画になります。ハテナになっているので、どの動画がいいか探してみてね。